私の関連してるから、もしかしたらと思ったかな。はい、川城1号トンネルです。これを越えて西へ行きます。僕は初めて通った。川城公園です。吊り橋があります。はいはいはい、伊原の交差点を、伊原の交差点を通過します。はい、奥さんが昔話をしております。30年前の話です。はいはい、あれやな、何、薬草、薬草薬樹公園ですね。うん、お風呂が、薬草風呂があるとか。あれはなんて読むかな。この辺の地名はみんなややこしいよね。全部思想群なんて全然読まれへんじゃねな。神川、神川な。お、寺内交差点、これは普通やな。名水新松ヶ井戸、松ヶ井の泉かな。美味しい水が湧いてるところが道沿いにある。はいはい、これからちょっと急な山道入りますよ。あの山越えていかなかったね。この山は結構高いよね。トンネルあったかな途中で。はい、燃費がガクッと落ちるかもね。まあ 24.1。 松貝の水、これより 1.7 キロやで。3000回転まで上がるわ、この坂道。48キロ。かなり急やな。まあ楽々やけど。ちょっと寄って行ってみましょう。新松貝公園だ。湧いてます。水が湧いてます。ようさん水取るとこあるわ。美味しいかね。美味しいらしいで。飲んでみよう。あの直接やな、ね、まあ飲むのはかめへんけど、コーヒー入れたり、お味噌汁、いや別にそんな味見ぐらいはかめへんけど。お水を貸してあかんの。おお。松ヶ井の水やってきました。アロ高いって。生のまま飲まないでください。こんな風に水が、湧き水が入っております。
平日はガラガラです。土日はいっぱいみたいですね。